変異ウイルスの第3波でまた規制強化です。フランスのカステックス首相は18日、新型コロナウイルスの感染状況が悪化しているパリなどで今月20日から少なくとも4週間外出や店舗営業に関する規制を強化すると発表しました。フランスでは変異ウイルスによる第3波が起きていて、1日あたりの新規の感染者数が18日におよそ3万5000人になるなど、感染拡大が深刻な状態です。